よし、こんばんは、仰天ゆりなです。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。そう、今日はですね、今日はショータイムのセカンドの顔合わせ、台本読み合わせ、まあ、顔合わせですねがあったので、それに行ってきて、その帰りですね、帰ってきました。さっき帰ってきたんですけど、今日キャストの人全員、サフさんがちょっとお仕事でいらっしゃらなかったんですけど、サフさん以外全員と今日初めてお会いしました、まあ、言うてショータイム側の人たちはもう先輩方だったりとかなので、ほぼほぼ知ってる方々、ランさん役の沖さんは初めましてだったんですけど、他はみんな先輩だったりとか、まあ、マリアで同期だったりとかだったんですけど、今回私側の出る方のメンバーが新しいキャストたちだったので、その方々と一緒に今本読みを、顔合わせを今日はしてきました。まあ私今回ダブルキャストなので、千織さんも今日ねいらっしゃってて、今回はね、ほんと芝居スケジュールがすごくタイトなので、本当にそう、後半からじゃないと芝居稽古ができないからなので、とってもタイトだし、しかもその後半から私がどっちかっていうとジョン・マイ・ラブの方に行かないといけなくて、あれが26までなんで、もうその2日後には小屋入りなので、結構バタバタするタイミングで芝居稽古が始まるので、そう、振り入れのタイミングとほぼ一緒ぐらいに芝居稽古が始まってくるので、一番この世で苦手なセリフを覚えるっていうことをそれまでにやんなきゃなだし、ライブの方も覚えなきゃなっていうのも伝えるんで、なるだけ先にセリフを覚えられたらいいなって思うんですけど、いや私本当にね、セリフが本当に覚えるの苦手だから、そう、頑張って覚えたいなと思います。でもコメディでミュージカルなんで、私コメディ初めてなんですよね。コメディは結構会話のテンポだったりとか、いろいろなものが大切になってくるので、ちょっとコメディやったことないんですけども、今回コメディでミュージカルだということで、歌も踊りもありますので、なかなかボリューミーな感じになってるので、楽しんでやっていけたらいいなっていうふうには思っております。
あ、あとエスカワイイがやっと私の家に届きました。逆輸入してたので長かったですけど、初めやっとね届きました。ちゃんと私の名前もこちらにね載ってます。まだねちゃんとね中身を見てなくて、そうなのですごい楽しみです。どんな感じなのかしら。なにこれすげえ、こんなのあんの。もうそういうこと。あ、どのメンバーに当たるんだ。これがこうこうこうですよこうですよってなんだね。すごい。うん、かわいい。え、このひーちゃんの服かわいいね。なんかすごい髪の毛紫だからめっちゃいい感じ。細っ、相変わらず細いな。かわいい。なんか赤ちゃんみたい。ゆいゆい。うん、分かれてんだ。足長デコルテ、足見せ、くびれ見せ、腹筋見せ、ヒップライン見せ、バックショットなんだって。すぐなんだね、二人の次なんだ。なみ、細っ。うん、あーね、こういう感じなんだね。なんかすごいこの写真めっちゃ七瀬幼く見えるんだけど、なんだろう、なんかいつもよりもっと童顔に見える。うん、この2人が1面ずつだ。ナーミンとメグさんが1面ずつ。何、1面ずつっていうの。1ページずつかで、私とズッキーと長友ちゃんで割ってる、2ページを割ってる。あ、これが私が載せたのもう一個の衣装ですね。皆さんが知らない。え、このズッキーのこの服かわいいんだけど、このリボンのなんだっけ、あれかわいいね、めっちゃ似合う。これズッキーが一瞬ね、でもね、あのあれレミちゃんにも見えたの。ズッキーだったけど、で最後が七瀬とカレンちゃんだ。あ、あれだ、写真の数が多いんだ。うん、え、美味しそう。え、かわいい。こういうふわふわガーリーなのも大好き。絶対回ってこないけど自分には。昔は本当にこういう系が大好きだった。ロリータ系女の子大好きだったからね。もうふわふわしたレースレースリボンリボンみたいな大好きだったから、そのレースレースリボンリボンみたいな女の子になりたかった。
ってのもあってアイドルにも憧れたんですけどね。そう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 。かわいい。あ、これクルル？めっちゃかわいい。大森ちゃんもかわいい。え、すごいなんか似合うね、この感じ。かわいい。あ、すごい、4面。うん、なのさ。これナナさんの私服なのかな、なんか着てそうだけど、すごい。あ、小田だ、小田、小田と大西だ。2ページずつです、2ページ、うん、見開きずつですね。おー、りんちゃんの大人デートだって。これも2ページずつだ。下もそうだ。トムさん、ここが何発見メイク、クールメイク、カジュアルメイク、チャイボーグメイク、チャイボーグメイクか。うん、なんか合ってんね。すごい、薄いな、メイク。すごい。うちもこんな薄いメイクしてたら、レミちゃんはクールな感じ似合うわ。カジュアルあんなキュートだ。うん、わかる。なるはもうなんか全てが可愛い。ああ、なぎちゃんはお人形さんのような、いやわかる、天使ですからね。すごい、うちこんなに薄いメイク普段絶対したことないわ。グラビアの時はもっと薄いけど、ぶっちゃけぶっちゃけもっと薄いけど、いやグラビアのメイクは何回やってもなれへんなってめっちゃ思いますね。あ、コミさんだ。自己プロデュースのやつですね。かわいい。あ、セイナさん、うん、セイナさんも自己プロデュースか。お、対談です。キリンさんとユイリーさん、うん、対談って感じですね。あ、ここか、ポーズのやつね。え、かわいい。大森ちゃんのポーチ。のんたんじゃん、これ。のんたんだっけ？ねえねえ、これのんたんだっけ、名前。ん？これ。このキャラクター。ちっちゃい頃に読まれてた。のんたんだっけな。たぶん。え、あ、ズッキーとおそろっちじゃん。かわいい。
あ、やっぱりヒロインメイクのマスカラ使ってるメンバー多いですね。私も使ってます。あ、終わった。やっぱポーチで最後ですね。すごい、だって盛りだくさんですからね。すごいわ。これはぜひ皆さんゲットしてください。チェックしてください。私も後でゆっくり、まあもう見たんですけど、自分のたいと思います。他のメンバーの見たいと思います。じゃあそういうわけで今日はこの辺で終了にしたいと思います。ぜひこれいつまで発売なんですかね。ちょっとわかんないですけど、 あとこのチェキのもありますんで、チェキのもぜひチキさんもゲットしてくださいね。締め切りは6月30らしいです。お早めに。うん、お早めに。ではランキングを読みたいと思います。13位ニューネームさん、12位しまやんさん、11位たかさん、10位ふうさん、9位はるたろうさん、8位てーかーどんさん、7位ヤングさん、6位ナッティさん、5位ロバさん、4位あきこさん、3位ちかいしーさん、第2位おかやんさん、そして今日の第1位はきりやさんです。イエーイ。はい、というわけで明日はついにですね、サムネイル公演です。私は初日ぶりなので2回目になりますけども、いや結構飽きましたし、今日ね本当はメンバーねレッスンしてたんですけど、なんとレッスンのかぶりがね、まさかのねこの顔合わせの時間とすんごい綺麗にどんかぶりでした。もう全くズレと言ったら30分のズレしかなかったので、どんかぶりだったということでね、いけなかったので死ぬほど不安ですけども、頑張って楽しめたらなと思ってあります。なので明日来てくれる方、オアオンデマで見てくださる方、 VR の方、ぜひ一緒に盛り上がっていきましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、明日は、どうしようかな、行く前にするか帰ってきてからするか、すごい迷いどころ。帰ってきてから多分22時とか、いやもっと遅いか、いやいつもどのぐらい帰ってくるっけ自分忘れたけど、まあそれぐらいになるだろうし、行く前とかだと多分ね昼ぐらい12時ぐらいとかかな。どっちにしよっかな。いや楽なのはやってや帰ってきた方が楽なのさ。もうあとはバタンキューってやるだけだから、ちょっと分かんない、どっちかどっちかでやります。まあちょっと後でまた決めたら755に書きます。てなわけで今日もいただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。